こんにちは、ママ向けアクセサリーレスブリスのゆかりんです。今日は島村でのお買い物のご紹介なんですが、毎年この季節来ましたね、セレモニー服のご紹介をしたいと思います。セレモニー服っていうと、こう卒園とか卒業とか、入園入学式とか、こう謝恩会とか、だいたいこの3月とか4月ってそういう綺麗なね服を着るシーンが結構増えると思うんですね。ただその1回のために買うのってすごくちょっともったいない、高いような気がするので、島村でお安くセレモニー服を揃えてみようということで、去年もねこの動画アップしたんですが、今年もやってみたいと思います。いつもはプチプラファッションやコスメの動画をアップしているので、よかったらチャンネル登録とベルのマークのタップをぜひお願いします。それではスタート。はい、で早速今回購入したアイテムをまずはねザザッと紹介していきたいと思います。今回はですね、1万円でアイテムを揃えようということで、1万円アンダーでなんと全て購入することができました。ただですね、靴だけはちょっと自前のね自分で持ってるものを合わせて履いてます。というのも、まあ私のね持論というか、洋服やプチプラでも靴とかはもうこだわって、まあ、きちんとねある程度きちんとしたものを履きたいなと思っているので、今回ちょっと靴だけは予算外ということで、トップスとボトムスとあとバッグ、まあ、バッグはなんと2つ購入したので、それ合わせて5点で1万円以下で購入してきました。今島村でね全部売ってるものなので、よかったら今回セレモニー服必要だよっていう方はね、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは順番にアイテム紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずこちらです。こちらジャケットですね。 HS カラーレスジャケット濃紺、3700円です。はい、こういう濃紺のノーカラーのジャケットになります。まずはもう私最初に決めたアイテムがこのねジャケット、ジャケットありきで今回コーディネートを組んでみました。ちょっとねジャケットの種類があんまりいっぱいなかったんですね、私が行った島村で。あと種類がなかったのと、ちょっとツイードだけどなんかレースが入っちゃってるとか、ちょっといまいち好みのものがなくって、ツイードね可愛いから欲しかったんですけど、なので今回ちょっとこういうすっきりかっこいい感じのジャケットを見つけたので、こっちのテイストでいくことにしました。で今言ったように、まあ、ノーカラーでこう本当にすっきりしたジャケットで、こうシルエットがね結構綺麗なんですよ。ウエストがこうシェイプされていて、こういうのってちょっとズドンってしちゃうとなかなかね着こなし難しいんですけど、もう元からこうウエストがキュッとねシェイプされてるので、着るだけでね結構かっこよく着れるんじゃないかなと思います。後ろこんな感じで、あと袖もねここにちょっと切り込みが入ってるので、まあ、ちょっと折り返したりしてもかっこよく着れると思います。で生地はね結構軽めなので、まあ、真冬だとこれだけだと寒いかと思います。なので上にねコートを着て、その下にこのジャケットを着るっていう感じで、羽織る軽めのジャケットになります。はい、これ色違いもねあったんですけど、濃紺がやっぱり一番可愛いし、あのセレモニーっぽいので、まあ、今回はねブラックとかちょっと重めじゃなくて、少しこう軽い感じを出すために私は紺をねチョイスしてみました。はい、まずじゃあジャケットがこちらです。じゃ次のアイテムいきますね。次がこちらです。ハイネックタックプルオーバー M サイズ1290円です。これはですね、もう本当にこのジャケットのインナーとしてぴったりだなと思って、こういう感じでねもう着ようというイメージで選びました。どこが良かったかっていうと、この襟首元のこのタックですね、ここがすごくねあの上品な感じのデザインだなと思います。ここ何もなくてつるんとしちゃってるとちょっと寂しいんですけど、ここにねこうデザインが入ってることによってすごい高見えするなと思いました。で生地感はね結構厚手なんですよね。なのでまあジャケットが薄いので、でこのインナーちょっと厚めでちょっとね防寒っていう感じにもなると思います。で後ろのここのね空きの部分もね可愛いんですよ。この涙空きっていうんですけど、この空きがあることでかなり抜けが出るので、おしゃれな感じにねジャケット脱いだ時も後ろ姿も抜かりなしっていう感じで可愛く見えると思います。あとこのボタンがこうマットゴールドなのもねすごいいいなと思います。このボタンの感じでちょっとチープになっちゃう、こう透明というかプラスチックのボタンとかだとかなりねチープな感じになってしまうんですが、そこはしっかりこうマットゴールドのいい感じのボタンがついているので、でしかもサイズも結構小さめ、
ってとこがポイントです。で袖のところにもマットゴールドをね、同じボタンが、小さめのボタンがついてて、すごい上品でね、可愛いなと思いました。まあ、1290円なのでね、とてもそのお値段には見えないです。これもう普段とかも着られますし、もちろんジャケットのインナーだけじゃなくて、普段ね1枚でトップスとしてもね着られると思うので、かなりね使えるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はボトムスいきます。はい、ボトムスはこちらです。今回ねシフォンスカートを選んでみました。これが裾消しプリーツ L サイズ1790円です。このシフォンスカートですね、上品なベージュのシフォンスカートっていう感じで、ちょっと長めのね丈になります。でウエストがゴムなんですけど、今回選んだ結構最大のポイントっていうのが、前から見たところはねゴムが出てないっていうところなんですよ。これが全部ゴムが出ちゃってると、かなりねカジュアル感が強いというか、もう日常普段着っぽくなっちゃうので、これしっかりこうゴムじゃないっていうところが、ウエストインしてもきちんとこういう式典とかねフォーマルな場面に着ても大丈夫だなと思ってこれを選びました。これはフォーマルウェアのねところにはなくって、普通のこう普段着、普段のカジュアルウェアを売ってるところから見つけたんですけど、まあ、この感じだったら普段着にもよし、フォーマルウェアにもよしっていう感じで、両方ね使えるんじゃないかなと思います。あと生地感もすごい軽くって、シワになりにくいかなと思いました。長時間ね座ってたりすることもあると思うので、式典とかだとそういう時もねこうシワがつきにくいような、こう軽やかなね素材だなと思いました。で、プリーツが一番下までね入ってないのも、すごくこう下がふわっとしてて女性らしくて素敵だなと思いました。こういうスカートって結構生地感でなんかこうチープなものとかねあったりするんですが、これはねその中でいろんなシフォンスカートがある中で、これが私は一番ね高見えするなと思ったので、もうこれを選びました。でちょっと薄手なので、もちろんこう内側にね1枚布は入ってるんですけど、透けないようにちょっと薄手なので、3月の初旬とかだと寒いと思います。なので、まあ、タイツを合わせるとか、こうヒートテックのねレギンスをちょっとこの辺まで合わせちゃうとか、そんな感じでね防寒して着るといいかなと思います。そしてちょっと番外編なんですが、今回の購入品ではなくて、ちょっと違うパターンのコーディネートもね作ってみようと思ったので、私のワードローブの中から合いそうなもの一つ持ってきました。こちらが、ザラのタックパンツですね。これは、センタープレスが入っていて、でここにねタックが入っててすごく履きやすくて、できれいめにも使えるし、パーカーとか合わせてスニーカーとか合わせてねカジュアルとミックスしてもすごい可愛くて、本当に使いやすいパンツで、いろんなね空張りが出ていて、もうザラの定番のパンツっていう感じなんですよ。でこれを今回ジャケットに合わせてみようと思って持ってきました。まあ、スカートの時とこのボトムスがねズボンの時でだいぶ印象が変わるし、あ、いろいろジャケットもねこう合わせるものによって雰囲気変わって着回しできるんだなっていうのがねちょっとお伝えできるかなと思って、自分のこうパンツを持ってきてみました。はい、これを合わせたパターンのコーディネートも後でご紹介したいと思います。はい、じゃあ次購入品に戻ります。はい、次はバッグです。こちらです。サイドジップ TS 1790円。このねグレージュのバッグを発見しました。すごい可愛いと思って、いろんなねバッグ可愛いのあったんですけど、これがね一番高見えして可愛いなと思ったので、私はもう即これにしました。このグレーの部分のとこうグレージュのね組み合わせのこのコンビの色合いがもうめちゃめちゃ好きな感じで、もうデザインもねすごい可愛いんですよ。サイズ感はちょっと小さめなんですよね。ただ結構収納力はありそうですね、こんな感じでね。でこういうショルダーがやっぱりついてるので、ショルダーをつけて斜め掛けにしてもいいし、長さもね調節できるので、斜め掛けとかこう肩掛けとかね、いろいろ持ち方を変えて使えます。まあ、ただこれの場合は手で持つのが一番可愛いかなっていう感じがしますね。こうやってね持つのが一番可愛いと思います。結構硬くて底待ちもねしっかりしてるので、まあ、1790円には多分見えないじゃないかなと思います。でこれだけだとちょっと荷物が現実的に入らないので、これお財布とそうですねもう化粧ポーチとスマホぐらいしか多分入らないと思うんですよ。なので今回サブバッグもね一緒に買ってきました。こちらです。これがですねリボンモチーフサブバッグ1290円です。はい、こんな感じのサテン地のねサブバッグになります。こういうペタンとした一番使いやすいタイプですね。 A4 は入ると思います。
結構小さめなんですけど、まあもらう書類とかぐらいだったらね全然入ると思うので、まあ、こういうのにこう大きめのものを入れて これとねこう2個持ちするっていうのが現実的かなと思って今回2個でバッグを買ってしまいまして、まあ、2個買ってもこっちが1290円でこっちが1790円なので、まあ、2つ合わせてもね普通のバッグ1個分にもいかないかなぐらいの結構ねお得な感じで購入できました。でこれも、まあ、シンプルなんですけど中にね内ポケットが1つついてたりしてここはマグネットでね開閉できるのもすごい私は楽ちんだなと思って個人的にはかなりこのマグネットいいなと思いました。でこれ黒もあったんですけどやっぱり今回ねあの華やかな席っていうことなので黒よりはこっちのねシャンパンゴールド、私シャンパンゴールド大好きなんですけどシャンパンゴールドの方がいいなと思って、あとこのバッグとね合わせるのもやっぱりこっちの明るい色の方がね断然可愛いなと思ったのでこっちにしました。あとこれはですねちょっとリボンの下にちょっとパールがついてたんですけどそれは取っちゃいました。あんまり可愛くなかったのでそれはカットしてしまいました。でまあこのリボンもねそんなにまあなくてもいいといえばいいんですけどまああってもいいかなっていう感じなのでまあ取る方はね小さめのハサミで取れそうなので取ってもいいかなと思います。まあ私はねこのままつけたまま使おうかなと思います。このデザインとかもねつるっとしてるだけじゃなくてきちんとここにねタックが入っててすごく凝ってるんですよ。で両面ねちゃんとなってるのですごくしっかりした作りになってるのでサブバッグとしてはねかなりいいんじゃないかなと思います。はい今回はねこの2つを一緒に持ちたいと思います。あとその他の購入品じゃないんですが一緒にコーディネートするアイテムをこれから紹介していきます。はい、まず靴ですね。靴はこのベージュのペリコのパンプスを合わせます。まあ、これはですね本当にもうめちゃめちゃ使える。普段そんなに私正直ヒールを履く方じゃないんですね。足が疲れちゃうのであんま履かないんですけどこれ何かこう式典だったりとかこう綺麗めにねしたい時は本当に活躍するので、まあ、セールで買ったんですけど本当に買ってよかったなと思う一足です。まあ、ペリコで走れるパンプスとかも言われてるので、まあ、履きやすいのでとって形もねすごく綺麗でベーシックなのでこういうねちょっと綺麗な靴を一足持っとくといざという時にねかなり便利なので私はねこれをこういう時は使ってます。アクセサリーを紹介していきたいと思います。やっぱりこういう時はもう絶対的にパールですよね。絶対パールがマストっていう感じなので今回、ピアスとネックレスともにパールのものをつけています。まずネックレスがバロックパールネックレスのホワイトですね。こちらはもう本当にこういう華やかな席から、まあ、普段使いもう本当にパーカーとか T シャツとかそのぐらいのカジュアルダウンからこういう華やかな席までかなり使える振れ幅の広いネックレスなので本当に1本持ってると便利です。で本物のね淡水パールを使ってるので、まあ、プラパールには出ないこう本物のね輝きというかパール感が楽しめるっていうのと、まあ、あとアコヤパールとか本当に本真珠とかまで行ってしまうと、まあ、どうしてもねちょっとかっちりしすぎちゃうというか、まあ、その前にお値段がね高すぎてこう普段子連れでカジュアルに使ったりするのはちょっと無理なので、まあ、その本当に中間ぐらいをね取ったというか私が一番使いやすいなと思う形のネックレスになってます。でこれ留め具がねマグネットになってるので本当に着脱が一瞬でできるのもかなり使い勝手がいいネックレスになってます。はい、そしてピアスですね。ピアスはこちらのプチパールパペピアスのシルバーをつけてます。はい、ちょっとね見えないので外して近くで見たいと思うんですが式典といえばパールなのでこのね一粒のシンプルなものでもね全然いいんですが、まあ、クラシカルなね感じにするときは一粒のものでもいいと思うんですが今回私はパペを入れることによってちょっとこう顔周りね華やかにしたいなと思いました。まあ、これはもちろんね普段使いもできちゃう感じのねデザインなので一つ持ってると小さめですし今の時期だったらねマスクにも引っかかりづらいのでとってもね可愛いデザインですごく気に入ってます。それでは今紹介したものでコーディネートを2パターン組んでみます。シフォンスカートのバージョンとあとタックパンツのバージョンですね。同じアイテムを使ってかなり雰囲気が変わるのでそこを見ていただけたらなと思います。まずはシフォンスカートのコーディネートをしてみました。はい、こんな感じのすごく軽やかで
ふわっとしたシフォンスカート、とってもね華やかで明るい雰囲気のコーディネートになりました。上がネイビーで色が濃いめなので、他のアイテムは淡めのベージュとかグレーのグラデーションでこう明るい雰囲気にねするように心がけて、そんなね色使いをしてみた春っぽいコーディネートになったと思います。ちょっと回ってみます。はい、こんな感じのとても春らしい軽やかなコーディネートになりました。では次はまたボトムスだけパンツに変えたコーディネートを紹介したいと思います。はい、じゃあ最初のコーディネートでパンツだけチェンジしました。これはザラの、タックパンツになります。色はですね、まあ、エクルカラーでスカートとほとんど同じ感じのベージュトーンのねコーディネートになります。はい、ちょっとザ回ってみます。パンツになるだけでかなりねかっこいい感じのマニッシュな感じのねコーディネートに変えることができます。同じアイテムでも一つ変えるだけで色のね系統は同じでも形が変わるだけでかなりね雰囲気変わると思います。あとポイントとしてこのウエストにねかっこいいコパンツを見せるためにこのトップスはウエストにね入れてウエストインしてほしいんですが、その時にこうウエストに入れた後にブラウジングって言ってちょっと引っ張ってほしいです。ちょっとこうゆるっと出すことによってかなりねこうウエストがかっこよくこうピチッと入れちゃうよりもこう出してゆるっとした方が素敵にね着こなせると思うので、ちょっとそんなワンポイントもぜひやってみてください。以上が私の島村の2021年バージョンのセレモニー服コーディネートでした。今回紹介した5点が全部で合計で9860円でした。見事にですね1万円以下で5点セレモニー服をねバッグも含めて揃えることができました。それぞれあの単体でも使えるアイテムなので、まあ、ジャケットだったりとかあとこのインナーもねバッグももちろん普段使いもできますし、シフォンスカートもねこれから春にかけて普段いっぱい使えるアイテムなのですごくねお得な買い物ができたんじゃないかなと思います。まあ、あと補足なんですが、これにねもうちょっと華やかさを足したいなっていう方はこの辺ちょっとブローチだったりとか、まあ、パールの入ったブローチとかあとこうコサージュとかをね入れてあげると、まあトップスがね結構こうネイビーとか暗めの色でもぐっと華やかな感じに、ね、なるかと思います。今回の動画を見てよかったよとか、こう私もこのアイテム持ってるよとかね、私はこういうコーディネートしてるよとか、いろいろセレモニー服にまつわることだったり、まあ、まつわらなくても何でもいいので、ぜひぜひ動画を見た方はどんどんコメントを書いてください。コメントね一つ一つもちろん読ませていただいてますし、すごく嬉しいので見たら絶対コメントいただけると嬉しいです。私はママ向けアクセサリーレスブリスというショップをやってます。今日つけたアクセサリーも全てレスブリスのものなので、よかったらこちらから遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。